はい、続きの自由な時間へこそ。さあ、今回はですね、ホットトイズからやっとこのアイアンマンマーク5のジオラマセットと、このキャプテンアメリカのエンドゲームステルススーツ版ですねの情報が出ました。で、この2つに関しては、まあ東京コミコンの方で先行販売っていう形になってるそうです。だからまあこっちで先行販売して、後の方でいつも通りホットトイズのサイトで予約できるんじゃないかなと思ってます。だからまあ急いでね、もう転売ヤーか買う必要もないんかなって思ってますね。まあ会場に行けばいち早くゲットできるって感じですね。個人的に僕はこれを買いたいなと。で、確かね、アイアンマンが6万ぐらい、税込み4万5千円と、でアイアンマンは6万円と。どうですか、皆さんは買いますか？まあコミコンに行ける人はね、先に買えるから全然ね、買えるとは思うんですけど、僕は本当にまあ先行販売って書いてあるから、後日ホットトイズのサイトで予約開始になったら買いたいと思います。まあ6万だから高いけど、まあね、 2.0 アップグレード版待つのもいいんだけどね。まあ出るかどうかは実際わかんないし、まあまあアイアンマンは推しキャラなんでね、買って揃えていきたいと思います。まあ噂でけど、アベンジャーズ5か6にね、トニー・スタークが復活するっていう話もあるし、まあ復活っていうか別次元からね来るアイアンマンだっていう噂で流れてるけど、そこら辺もどうなるかね、わかんないね。嬉しい反面ちょっと複雑かな。終わり方がね、終わり方だったからね。まあけどね、ペッパーとかさ、モーガンを考えたら、ただで死なんと思うけどね、アイアンマン。死ななくて、なんか何かしら起きそうな気はしなくもないけど、まあ、賛否分かれるよな、そこら辺は。はい。まあちょっと脱線しましたね。はい、ということで、本日、東京コミコンにて、このホットトイズアイアンマン5とステルススーツ版のキャプテンアメリカが先行販売するよという情報が出ましたという動画でした。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またゲーム実況もしてるので、そちらも見ていただけたら嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。